インフォメーション。F 南南海放送ラジオでは、南海放送が掲げる愛媛主義のもと、地域社会とのお互いの発展を目指すため、F 南を活用した地域情報の発信に関する連携協定、パル協定を愛媛県内各自治体や関係団体と順次結んでいっています。そのパル協定を結んだ愛媛県内各市町などの情報をお伝えしているのがこのコーナーです。今日は八幡浜市の情報をお伝えします。この方とお電話がつながっています。森助さん。はい、どうも森助です。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。森助さん、実は今、はい、どこにいらっしゃるんでしたかね。これが今僕、はい、大阪から帰って今高松ぐらいですかね。あ、高松、今高松ぐらいですね。はい。お忙しい中ありがとうございます。忙しいですね。ありがとうございます。嘘です、はい、たまたまいろいろあって、はい、はい、そうなんですよ。移動中にありがとうございます。はい、とんでもないです、ありがとうございます、はい、本当に。森助さん、まあ、このコーナーでもね、たびたびリポーターとして、前回は熊、はい、スキーランドに行ってリポートをしていただきましたが、はい、ね、はい、お世話になっております、本当に。はい、森助さん、改めまして自己紹介をお願いしてもよろしいですか。はい、私ですね、吉本興業の愛媛県すいます芸人で、現吉本新喜劇、そして熊高原町出身ですね。そしてパルインフォメーションリポーターの森助と申します。お願いします。はい、お願いします。今吉本新喜劇の所属ということだったんですが。そうなんです。はい、はい、森助さん、吉本新喜劇所属なんですね。そうですね、もう10年目ぐらいですかね。あ、そんなに。はい。ははは。ぐらいになりますね。あ、すごい。10年目になるぐらいで、僕はちょっと、はい、愛媛県の方にこう、帰ってきまして、うん。あ、そのタイミングで。はい。新喜劇、この、しがみついたまま、帰ってきました。なるほど。はい、ちょっと私も含めて、このリスナーの方もですね、はい、この吉本新喜劇、あんまり詳しくないっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、そもそもこの吉本新喜劇がどういうものなのかってちょっとお聞きしてもいいですか。そうですね、吉本新喜劇とは、すいません、いきなり。いや、どうしたんですか。いや、でも、吉本新喜劇で東京と大阪にあるんですけど、はい、はい。はい、僕は大阪の方で所属でして、はい。はい、いやいや、現座長は、スッチーさん。うん。っていう、すっちさんっていう方と、あと、坂井愛ちゃん。はい。と、あきさんと、吉田豊さんっていう、この4名から、なる、劇団でございますね。はい、はい。はい。で、120人ぐらいかね、所属しておりまして。そんなにいっぱい所属されていて。そうなんです、はい。その中の、一粒でございますね、私は。はい、そうなんです、そうなんです。一粒も一粒。で、その吉本新喜劇って、まあ、普段は愛媛で見る機会ってない、はい、あまないと思うんですけど、今回、はいはいはい、この森助さんが出演する、はい、吉本新喜劇のイベントが、はい、八幡浜であるんですよね。そうなんですよ。はい。はい、今月の18日、はい、日曜日ですね。はい。はい、八幡浜市文化会館夢みかん。で、この、八幡浜市、文化会館夢みかん開館25周年記念、はい、吉本新喜劇&バラエティー in 八幡浜、うん、ということで、ちょっと、はい、新喜劇をやらせてもらいます。はあ、私最初にその夢みかんって聞いたときに、新しい柑橘の種類が誕生したのかなと思ってびっくりしたんですけど、確かにそうですね。ちょっと驚いたんですが、25周年なんですね、ここの会館が。そうなんですね。はは、はい。で、こちらでちょっと。今回そのチラシを今見ているんですが、はい。前半は、芸人の方のネタが披露されて、はい、はい、はいはい。で、後半にその新喜劇のイベントと。そうですね。はい、そうなんですよ。これどういった方が出るんですか？これ、どういった方っていう。あ、漫才師の。そうですね。まあそうですね。僕の今手元にある、もう、M1 グランプリ2009年チャンピオンのパンクブーブーさん。はい。はい。で、R1 グランプリ2012チャンピオンのカウカウさん。はい。はい。
で、ベテラン、漫才師のね、矢野兵道さん。はい。あとね、ザ・漫才とかも出られてますね。テンダラーさん。うん。と、人気のアキナさんとか。はいはい。すごい豪華な顔ぶれでございますね。はぁ。もうそうそうたるメンバーですね。はい、もうそうそうたるメンバーです。もう大阪の劇場でももう大爆笑を引き起こし、はい。はい、この人たちが出たらもう安心っていう。はい、へぇー。はい。こういった方々が愛媛に来られる機会っていうのもなかなかレアじゃないですかね。だと思います。なかなか、はい。うん、本当にそう皆さんお世話になってる方なんですけど、なかなか愛媛で見ないですね。あ、やっぱりそうなんですね。そうです、そうです、そうです。はい。はぁ。うん、大阪を中心にこう活動されてるんで。はいはいはい。はい。あの、テンダラさんなんて、はい、北野武さんとか、ビートたけしさんにもすごい評価されてる方ですね。すごいですね。そんな方が、こう、はい、八幡浜で見ることができる絶好の機会と。もうそうです、そうです、そうです。はい。はい。見どころっていうのはどういったところになりそうですかね。そうですね。もういろいろあるんですけど、うん、どこだろう。見どころ。僕、でも、その、矢野兵道さん。はい。とか、矢野さんには僕、すごい昔に、うん、ノリスケは10年後、絶対売れるって言われたんですよ。うん、はい。はい。その通りになってますね。え、そう、なんか、言っていただいて10年後。はい。ほんで、久しぶりになったら、ノリスケは絶対15年後に売れるってちょっと伸びてたんですよ。これとかはちょっと、どういうこっちゃねと言いたいですけどね。ぜひじゃあそれをちょっとぶつけていただいて。なんか一緒になることなかなかないんですけど、ちょっとね、なんか。あ、じゃあその共演されるのも結構レアなんですか？あ、そうですね、もう劇場、うん、うん、でもなんかその大阪にも劇場何個もあって。はい。そう、皆さん、まあ、僕もですけど、転々としてるんで、はいはい、合わない人は全然合わないですね。ああ。はい。じゃあ今回は何と言われるんですかね？なんと言われるんです。ちょっと、20年って言われたら、ちょっとどうしてやるよ、どうしてやろうと、まあ、大先輩ですけど、ちょっと。抗議しないとダメです。抗議しましょうか。はい、しましょう、これは。ちなみに、はい、チラシでは、はい、追加出演者ありというふうに、はい、なんか、二人の方がこう、はい、なんていうんですかね、顔が出ていないんですが、はいはいはい、はい。これ、森助さんなんか情報持ってますか？いや、もうね、もちろんでしょう。あら、出演者なんで私は。はい、そうですよね。うん、はいはい、もちろんです。はい。どなたなんでしょうか。まあまあそれはいいじゃないですか。いや、本当見どころっていうのはもういっぱいありまして。流されたカレーに。はい、え？え？実はこれもう八幡浜市のホームページに誰か出てまして。はい、あ、はい。豪快キャプテンのお二人と。そうです、そうです。なんか僕見ましたよ、あれ。あ、夢じゃなかったんや、あれ。出るそうですね、豪快キャプテンのお二人が。そうです、そうです、そうです。はい、もう、M1 でもね、結構大活躍です。はい、まあ、決勝とか行けてないんですけど、はい、すごい大阪でも名の通ってる若手ですね。ああ、じゃあもう本当により取り緑で。あ、本当にそうです、はい。そうですよね。はい。で、吉本新喜劇、こちら、はい、今回座長が秋さん、はい、ということなんですね。はい、アキさんです。はい。はい。で、はい、黄色いスーツの。ね、黄色いスーツで、おひげも、チャーミングな。あ、そうです。あ、書いてますよね、完全に。はい。あ、そうなんですね、これ。書かれてる。おひげは書いてます。はい。毎回メイク室のところで、はい、はい、鏡見ながら自分で書いてますよ。あ、そうなんですか。はい。ご自身で書いてらっしゃると。自分で書いてます。はい。森助さんは書いたりしないんですか？僕は、うん、たまになんか、年寄りの役で、はい、はい、なんか、詩を書くだけ、はい、そう、年寄りの役なので、僕、詩を書くだけで年寄りになれるんですよ、僕。どう受け取ったらいいんでしょうね。なんか辛いんです。ちょっとね、なんか、それでいいのかと思いますよね。年寄りって何歳ぐらいの設定なんですか？いや、ほんまに70、だから、なんか、おじいちゃんとかの役なんですよ。はい、はい、はい、はい。なんかもう、普通の人なんか、カツラとか被って。はい。おじいちゃんのカツラとか被って、あと、はい、まあ、詩は書いたりして、いろいろなんとかするんですけど。はいはい。僕だけほんまに、詩話を、1、2、5本書くだけでおじいちゃんになってます。なんか。はい。はい。いいですね。じゃあ、いろんな役になれると。そうですね。はい。いろんな役やらせてもらってますでしょ。
校で小学生の役とかもやらせてもらったり。あ、すごい幅広い幅広いです。え、今回は、言える範囲で大丈夫なんですが、はい。なんかこう、どんなこう、新喜劇はどんな、役と言いますか、これちょっと言える範囲でなんかこう、ありますか？言える範囲で。はい。ですね、うん、やっぱ、アキさんっていうのがむちゃくちゃな人で、ほんと大暴れするんで。はい。その、舞台セットを、いろいろ、すみません、僕、まだ台本できてないんで、ちょっとわからない。あれ？すみません、ちょっといけるかなと思ったけど、無理でした。あ、でも待ってください、まだ台本ができてないっていうことなんですね、逆に言うと。もう、新喜劇はもう、まあ、正直言って、はい、結構遅いんですよ。はえー、はい、本当に、舞台の、うん、1日、2日前とか、はい。遅いと一日前に渡されて、はい。皆さん前日で覚えてやるってなるんですよ。すごいですね。いや、だから、いや、むっちゃミスとかありますよ、やっぱり。はぁ、はい、でも、うん、はい。この秋さんの場合、そういうアドリブをめちゃくちゃ楽しむ人なんで。逆にですね。逆に、こう、ミスをすればするほど、あの人も喜んで。はい、へぇ、もうついてきて、あ、なんかもう、ちゃ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 言うんで。そこ楽しめると思いますね。はあ、じゃあもう、はい、まあお客さんにとっても、その、はい、何が起こるかわからない、そのアドリブ、はい、ドタバタな感じを楽しめると。はい。楽しめます、本当に。へえ。僕も毎回汗びちゃびちゃでやってます、本当に。じゃあその書いたシワも消えるじゃないですか、汗で。書いたシワ消えるんです、そうです、そうです。そうなんですよ。そうですか。じゃあ今回も。黒い涙になって、はい。黒い涙。悲しい。そうですか。じゃあ今回もまだ台本が届いていないということで。もちろんでございます。あら、じゃあ森助さんもどんな内容かわかんないんですね。いや、これマジでわからないですね。出演することは決定してるんですよね。出演することは、決定してるはずなんですけど、はい。チラシにもポーンと載ってますから、森助さん。そうですね。はい。秋さんの右隣にね、ポーンと載ってますんで。アキさんの位置が良かったっすけどね。僕レベルになったら。ああ、じゃあもう15年後にそのアキさんの隣、アキさんの位置に。そうですね。なれるよ、はい。じゃあちょっとそのアドリブの感じも本当ぜひね、楽しみにされていただきたいと思うんですけれどもね。ぜひ、はい。はい。で、この、改めまして、この、八幡浜市文化会館、はい、夢みかん開館25周年記念、吉本新喜劇&バラエティー in 八幡浜は今月の18日の日曜日ですね。はい。はい。夢みかんで2回公演。はい。はい。1回目、朝早いですね。朝、午前10時30分開場、はい、11時開演。はい。で、2回目はお昼から。そうですね。午後2時開場で2時30分開演ですね。はい。はい。で、チケットは全席指定席で、はい、1席5000円。3歳未満は無料になっていますね。はい。はい、現在、夢みかんや八幡浜市内の各所、またローソンチケットやチケットピア、ファニーチケットでチケットの取り扱いをしていると。はい、詳しくは八幡浜市ホームページのイベント情報をご確認いただきたいと思うんですが、森助さん、はい、最後に、このイベントに向けての意気込み、お願いしてもいいですか？はい、そうですね。本当に、はい、秋さんとは、はい。なんか、大阪の時も、はい。台本なしで、うん、ほんまに新喜劇5分くらいですかね、はい、5分以上なんかもうアドリブでもなんかやり合うみたいなのあったんですよ。5分以上も台本なしで、はい。そうです、貴重なね、50分しかないんで新喜劇、はいはい、そのうちの5分ぐらいアキさんと2人でやり合うみたいな。すごい。めっちゃやってたんで、もう多分今回も多分アキさんやってくる可能性大ということで。うわー、はい、汗びちゃびちゃですね。朝びちゃびちゃです。油汗びちゃびちゃです。ネトネトです、本当に。はい。はい。でもそれでもちょっと頑張って、あやつさんに食らいついていこうと思ってるんで。はい。はい、その辺ちょっと、応援してほしいです。あ、そうですね。じゃあもう、はい、汗も滴るいい男、その森助さんの姿をね、ぜひ見守っていただきたいと。はい。思いますね。ぜひお願いします。はい。はい。森助さん、本当に移動中のお忙しい中、ありがとうございました。とんでもないです。本当に。ありがとうございます。本当に。はい。また、このコーナーにもね、ぜひ、スタジオにも遊びに来ていただけたらと思います。ぜひお願いします。行かせてください。はい、ぜひ。お願いします。はい。はい、お願いします。はい。ここまで、パル・インフォメーションリポーターの森助さんに、電話で
お話を伺いました。森助さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。毎週月曜から木曜の午後3時からはパルインフォメーションをお届けしています。このコーナーはポッドキャストで配信しています。南海放送ホームページのチップス、またはパル協定インフォメーションのページから、また Google、Apple、Spotify、Amazon のポッドキャストサービスから聞けます。番組終了後 1,2 時間で当日の放送が聞けますので、ぜひそちらでもお楽しみください。明日は西予市の情報をお伝えする予定です。ここまでパルインフォメーションのコーナーでした。